合うわーってやつ。おーいジマードエルへようこそ。今回はアペルカンプ慎太選手と内野隆選手に来てもらっています。慎太、隆、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは慎太だと思ったら赤、隆だと思ったら白の面をカメラに見せてください。2人の意見が一致していれば1ポイント、不一致であればノーポイントです。質問は、スポーツ系のものが10個とそうでないものが10個、合計20個の質問に答えてもらいます。できるだけ多くのポイントを獲得できるように頑張ってください。それでは早速始めていきます。まずはスポーツ系の質問から。第1問、2人の中で左足でのシュートが上手いのはどっち？OK、 1ポイント。2問目、ゴールキーパーをしたら上手いのはどっち？自分がキーパーになったら、そう、キーパーになったら上手いのはどっち？難しいね。いや、シンタ、いや、間違えないで。え、間違えない？もうやった？だから、うん、え、マジ難しい。正解です。いや、それそうよ、それそうよ。なんで見たことない？タップあるから。いや、見たことないマジ。次の問題、ジムで過ごす時間が長いのはどっちですか？いや、ちょっとそれ難しいです。難しい。それはだってフォルトナのジム、そう、フォルトナのジムにしましょう。じゃ3ポイント獲得です。オッケー。簡単だね、これ。これ全部、正解いけるよね、これ多分。難しいの、今から来るから。持久力があるのはどっち？ああ、そういうことか。俺もやったよ。4ポイント獲得。おー、はい。いや、まあまあまあ、ちょっと難しかった。ちょっと難しい。ちょっと難しい。なるほどね。怖かった、本当怖かった。次の問題。時間にルーズなのはどっちですか？簡単っしょ、それは。5ポイント。待って、俺そんな心当たりないけどね。でもシンタは確かにめっちゃちゃんとしてる、うん、時間に。俺がしてないわけではないからね。まあ、ただ練習前はいつも2時間前は来てるけど、うん、それ以外は結構ギリギリだね、全部。次行きましょう、うん、次の問題。アグレッシブなのはどっち？今サッカー系の質問、サッカー系の質問アグレッシブな、はい、ピッチの上で。これやったよ。正解です。もうね、あの、間違え方がわからない。感情的なの、エモーショナルなのはどっちですか？あー、フィッチ、フィッチ。いやいや、すごい、ちょっと。あ、でも、シンタ、それは違うわ。どこでえ、だって俺、シンタがピッチの上で、でかい声で喋ってんの。まあ、それがあれが全部じゃないけど、でかい声で喋ってんの俺見たことない。あ、ピッチの上でした？そう。あ、でもサッカーのスポーツ系だから。じゃ次の問題。負けず嫌いなのはどっちですか？また不一致です。いや、いや、これちょっとね、ちょっと俺も負け、いやいやいや、俺も負けず嫌いだよ。だったけど俺もっとだなと思った。たかもっとだよ、うん、だからなんで自分のことやんなかった？まあ、どっちに親切にね、言ったね。そうですね、優しさが出た。ちょっと気遣っちゃったな。そうだね、ちょっと日本人のメンタル出ちゃった、うん、同級生だからもっと強くいかないで。そう、うん、強くいこうね。次いきます。痛みに弱いのはどっち？タカもやった？やった。不一致です。いや、俺マッサージ受けたことない。いや、でもそれはちょっと痛みと関係ないじゃん。まあ確かにね、うん、痛いって何？そのあの合うわーってやつ。いや、マジか。ちょっと質問もちょっと、そうね、うん、いや、でもそういうことですよね。ピッチのところでガーンって来た時、ね、うん、チームでムードメーカーなのはどっち？ウィッチ。
まあ、どっちもそれはどっちもがあのムードメーカーだと思ってるっていう。みんながあのチームでみんなが日本人だったらもっと違うし。ああそうだね。そうああそういうことか。そうだから。あそれあそうだね。うん、そのそれで俺はあのこの決断を取りました。あその発揮する場所がちょっと違うかもね。そう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 。そのそうだね。青くんとか含めて。俺もでも今みんなドイツ人だからってムードメーカーではないよ。でも。まあ、あまあでも確かに確かに確かに、うん、ちょっと難しいね。俺はそう思った。まあまあ難しいからこそね。いい質問いい質問、ありがとうございます。